急なんですけど、最近渋谷で信号待ちしてる JK2 人がですね、あれマスクどこ直したっけ、いやついてるやん、あやばーって言ってました。これも時代です。全国の特別さん、こんばんは。深夜の放送部ことタッグです。よろしくお願いします。それだけですね、マスクがスマホみたいな生活の一部になったということなんですけど、そんな中現在とあることが問題になってるそうでして、それがマスク依存です。いやスマホ依存みたいに言うなっちゅう話ですけど、まあ皆さん今マスクに対してどのような印象を抱いてるかコメント欄に書いてほしいんですけど、僕はですねコロナ始まってからもう今現在までマスクつけるの面倒なんですよね。だからといってつけてないってことは絶対ないんですけど、まずメガネかけてる人ってメガネ曇るんですよ。それがもう面倒やなと思いながらつけてるんですけど、まあ、実は今若者の間ではその逆ですね。他人に自分の素顔を見られたくないっていう状況に陥る人が増えてきてるというものでして、もうこれマスク外すっていうのは人前で下着を脱ぐぐらい恥ずかしいと、もうマスクを顔パンツって呼ぶ人もいるんですよ。いやどこにいや会ったことないんですけど、もう僕の顔で顔パンツって言い出したらもう完全にあれなんですけど、いや本当に下着脱ぐぐらい恥ずかしいのかちょっと試してみたいんですけど、まあ、ただ実際これがですね、化粧品メーカーのマンダムがですね、2022年の3月頃、15歳から29歳の女性約300人に行ったネット調査で、人前でマスクを外すことに抵抗があると答えた人がなんと驚異の 76% ぐらい占めてました。多い。でこれを症状別に見ていきますと、まず一つ目、コミュニケーションを取るときに表情を見られたくないというものでして、あんまり人前で顔を見せたりとか、あんまり自分の表情を見られるのが好きじゃなかったりとか、話していて表情を見られると気を使っちゃうからマスクがある方が楽っていう意見があるんですね。そして二つ目、これは女性なんですけど、メイクをしなくてもいいからという意見があります。まあ、これはなんかわかりますよね。これゼネラルリーチさんが全国20代から60代の女性約1000人にマスク時代になったことで良かったと思うことについての調査結果があるんですけど、これ 70% ぐらいが手抜きメイクとかもうノーメイクでいいっていうのが最も多くて、表情を隠せるが3割、匂いを気にしなくて済むっていうのがだいたいこれも3割ぐらいと続いていくんですけど、やっぱりそのメイク化粧に関して、まあ、めんどくさいしなくて良くなったっていう方が多かったんですね。そして3つ目なんですけど、自分の期待値が上がってしまった顔を見せることができない人がいるということで、どういうことと思ったんですけど、これが社会人の方でコロナ禍で始まってから入社した人っているんですよ。で社内で結局マスク外す機会がなくて、自分の同僚の顔を完璧に知らない人っていうのがいるということなんですね。まあ、中にはマスクの下こんな感じだろうなって勝手に理想を作り上げて、ふとした拍子に見えた同僚の顔がうわ全然違ったわって驚くことがあると。でそれがですね、自分にも同じことを思われてるかもと不安になる人がいるっていう話なんですね。いやまあ自分が思ってるより人はあなたのこと見てませんよっていう声が聞こえてくるんですけど、でもこれ実際に脳の錯覚でありまして、半分以上が隠れているとその全体のバランスが分からなくなって、脳内で勝手に自分好みのバランスになるようにまず顔が補正されていくんですね。まあ、美人であったりイケメンに見えるように脳が錯覚するんですよ。面白くないですよね。できればハードル下げてほしいですよね。そして最後に4つ目なんですけど、学校でもマスクを外せない子供たちと、これも会社と似たような理由なんですけど、まあ、入学した時からマスク生活が始まってて、自分のコンプレックスの顔を見られたくないと感じる人が多いみたいです。これ大人よりも学生の方が思春期とかで、まあ、余計にそう感じるのかなと思っちゃうんですけど、でもなんかこれ以前なんかの動画で言ったんですけど、まあ、SNS とか見てると海外でもうマスクしてる人ほとんどいないみたいな話めっちゃ聞きますよね。これ若干の文化の違い関係してるのかなと思うんですけど、そもそも日本人って昔から目元で相手の表情を読むんですよね。目は口ほどに物をほねえならってやつですね。まあそんな同じようなことわざ海外にも存在してるんですけど、逆にですね言葉ですよね、英語を発音する時の口元の筋肉の使い方っていうのが口を大きく動かすことが多いんですね。だから英語圏の人は口元から感情とか表情を読み取るという傾向にあるんです。まあ確かに日本語って一国道さんみたいに口動かさんでもいけることありますもんね。まあそんなマスクなんですけど、まあつけ続けることによって起きることっていうのがあって、これもね以前ちょろっと話したんですけど、免疫力の低下っていうのが懸念されてます。これはですね、本来子供が自然にかかっていつの間にか治っているような病気すらも、まあ、小さい頃に感染しなかったことから、まあ、十分な免疫を獲得できないというか、まあ、なんか本末転倒みたいな話になってまして、他にもマスクによって起こるマスクシンドロームっていうのがあるんですよ。何それって感じなんですけど、まあ、これ簡単に言うとマスクをつけたことによる体の不調を言います。まあ、具体的には頭がぼーっとする、そして肌が荒れる、喉が乾燥する、口臭が気になるとかね、めっちゃわかる。マスクするとあれ口臭になりますよね。あとなんかほっぺたがオイルになりません？あれやだ。さらにマスクを外せなくなった理由として、近年の顔写真の加工技術っていうのが相乗効果をもたらしてるというものがあります。いやそれは自業自得だろう、マイルドだろうんと思うんですけど、さっきのコンプレックスの話なんかも少し関係してると思うんですけど、株式会社マンダムが15歳から49歳の女性443名を対象に行った自分の顔写真の加工に関する年代別意識調査からなんですけど、 SNS に自分の画像をアップする際加工するかどうかを聞いたところ、いつもする、たまにすると答えた人がなんと全年代で 70% を超えたという結果になりました。いやたまにするっていつもしてるやろって誰かが言ってました。ただこれ当たり前になってきてますよね。
逆に加工しない自撮りを載せるってこれ何の意味があるんだと感じてる人も多いと思うんですよ。まあこれ僕もそう思いますね。まあでもこれが行き過ぎるとあんまり良くないよって話でして、まあ自撮り写真を加工することに依存すると素のままの自分を誰かに見せるのが怖くなるといった、まあこういった自己暗示につながって SNS 上の露出が多いのに人と会うのが怖いといった、まあちょっと矛盾した状態になってしまうんですね。これでマスク詐欺なんて言葉も流行ったもんだから、人前では絶対マスク外せないといった精神状況に陥るわけです。これも別に大したことないやんって言いたいんですけど、実はこれ進行していくとうつ病、不安、接触障害など結構重大なものを引き起こす可能性があるんですね。でこういった加工した自分と現実との自分のギャップに耐えられなくなった女性の体験なんてのがあって、それがですね SNS では美人カリスマ主婦と呼ばれていた方なんですけど、まあ自分のおしゃれな服を購入したとか旅行行ったりとか有名レストラン行きましたっていう風にこう SNS に写真を上げてたんですけど、ある日ですね自撮りした写真を見たら自分の目の下に大きなクマができてて、ってなったんですって。昔というか今僕もそうなんですけど、目の下にクマなんかできとるもんなら、あ寝てないわって自慢できたじゃないですか。逆なんですよ、ってなって、いや私みんなの憧れのカリスマ主婦なのに実はただのおばさんなんてみんながっかりする、もうみんなの期待裏切っちゃいけないっていう風に思ったそうです。でそこから美容外科に行ったんですね。初めはちょっとやってもらう程度だったんですけど、まあその頻度はどんどんエスカレートしていって、もうメスを使わないリフトアップとかも取り入れて、もう年間で200万円以上使うようになったと。これは世間が求める美人カリスマ主婦っていうね、まあ、その虚像を守るためだけだったんですね。まあこれが同じように今自撮りとか SNS によって招くもので集計恐怖症というものがあります。まあ、この症状としては自分の体とか顔の美醜に極度にこだわって、まあ、実際はそうじゃないのに必要以上に醜いと感じてしまうもので、これは誰にでも起きる可能性のある精神疾患です。特に現代社会においては明日にでもなってしまう可能性があると言っても過言ではないようです。これが重症の場合、もう夜にしか外に出れなくなって、結果外部とのつながりすら嫌って自殺に陥ることもあるそうです。まあ、これなんかチェックリストもあるみたいなんで一回試してみてください。ただここまでですね自分の容姿に対してコンプレックスを抱くっていうのは日本特有だという意見もあって、例えば芸人さんとか自らの容姿で笑いを取ったりとか、まあ、相方の顔をネタとしていじったりするじゃないですか。顔がチッコとかもう顔でもないんですけど、まあ、この容姿いじりの文化に慣れてしまってるっていうところもあるんですね。でも逆に海外っていうのは、まあ、昔の歴史的背景もあって容姿をいじるようなこととか自虐ネタなんかも一般的ではないんですよ。まあ、とはいえ海外のコメディアンバリバリ容姿いじる人おるやんとも思いますけどね、まあ、平均したらっていう話なんでしょう。まあ、ただやっぱ容姿をいじられたくないって人ももちろんいますからね。ここは全部禁止しようとは思わないんですよね僕も。それでご飯食べてる人もいると思うんで、まあ、ただ相手がどう思うかっていうのとケースバイケースだと思います。でやっぱマスクに関してはもうこれ政府が屋外では原則不要とか言ってますよね。でもしてない人を見つける方が難しいじゃないですか。この原則っていう言葉がまたややこしくしてますよね。まあ、足並みが揃っていかない原因の一つじゃないかなと思うんですけど、まあ、ここにも強制権がないので何とも言えないんですけどね。ただやっぱ見た目なんか大事じゃない内面だっていうのは僕はこれ綺麗事だと思うんですよ。見た目に関して大事じゃないって僕は思いません。もう人の第一印象って8割が見た目って言われてるぐらいでそれ大事ですよ。僕だってかっこよく生まれてたらねどれだけ得したかなと思ったこといっぱいありますよ。でもねそれで自分が傷つくほど悩むほどのことじゃない。そもそもまず人って自分が思ってるぐらい、いや前髪決まらんなと思ってても誰も気づかない、悲しいけどね。それよりもですよ、自分の体って9割ぐらいは顔以外の部分じゃないですか。筋トレしてスタイルを維持したりとか健康的であることの方が見た目ってのはよっぽど大事なんですよ。それでもなんかここ違うなと思ったらずーずー整形してもいいと思うんですよ。それで悩みがなくなるんだったらね。ただねやっぱ人に優しくとか思いやるとか結局人気があってモテる人っていうのは絶対顔だけじゃなくて人格がプレデターだということは忘れないようにしたいなっていうのはね、これは僕おちんこの意見でした。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今日はですねマスクを外せない若者の話をしたんですけど、最後にみんなにクイズ。世界共通の言葉ってなんだと思う？英語？笑顔だよ。今日は以上です。感想ありましたらコメント欄お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。急なんですけど、ラブホではなかったんですけど、めちゃくちゃ安いビジネスホテルに泊まったら枕元に置いてあるメモ帳に丸文字で はっきり死ねって書いてありました。チェックインした時にそのチェックアウト時間のお知らせの電話来たんですけど、その時にそれを笑いながら伝えたら見たことない中国のお茶をサービスでいただきました。あ、これ飲んで死ぬんかなと思ったんですけど、今まで飲んだペットボトルのお茶の中で一番まずかったですね。全国の特命さんこんばんは。深夜の放送部ことタックです。さあ今日はですねラブホテルってあるじゃないですか。あれ都市伝説だと思ってたんですけど本当にあるんですね。ラブホってマップとかで検索するとレジャーホテルとか宿泊施設って書いてあるところあるんですよね。で泊まったことある方はわかると思うんですけど、別に一人でも全然泊まれますし、今これマジなんかなと思うんですけどラブホ女子会とかあるみたいなんですよね。女子会をラブホテルでするっていうのが常識なんですかね。ただやっぱ気になって調べてみたら、シャンパンスイーツ付きとかコスプレ美顔器レンタルできますとか、インスタでラブホ
女子会って調べたらハッシュタグが 6.7 万件もあるんですよ。で今日のタイトルにも入ってるんですけど、そもそもこのラブホテルって日本独自の文化ってのご存知でしたか？まず海外にはそれは国にもよるんですけど、男女が夜の営みを行うホテルみたいな概念がほとんどないんですって。なので今回気になった日本のラブホの歴史について調べてきました。まあラブホ入ったはいいけど緊張と会話が続かないって方、ぜひねこの話してみてください。まず日本で初めてラブホみたいな概念が出てきたのが江戸時代だと言われています。相当昔のね。当時は茶屋って呼ばれるお茶を飲んで一息つくみたいな、今でいうカフェみたいなのがあったんですけど、中には出会い茶屋って言って、その奥で男女がちょめちょめするサービスが出てきたと言われてるんですね。他にももっと近い形で言うと川舟と言いまして、船の中で行為を行えるサービスっていうのがあったんですよ。船で次にこのようなサービスが登場したのが第二次世界大戦後だと言われています。戦争で日本の国土っていうのがかなりダメージを受けて、空襲で家を失った方もたくさんいたんですよね。その背景もあって誕生したのが連れ込み宿と言いまして、男女が安心して行為に及べるサービスだと言われてるんですね。これが今のラブホテルの原型になったと言われています。そこから当時はお風呂がない家っていうのが多かったので、お風呂付きの連れ込み宿が出てきたりとか、どんどん世の中の需要に合わせて設備が進化していって現在の形になっていったと言われてるんですね。こういった歴史的な背景もありまして、日本ではこのラブホテルの件数っていうのが現在5000件以上にも及んで、全国のホテルの10件に1件以上はラブホテルだと言われています。そんな歴史はバブル時代に全盛期を迎え、回転するベッドとか牛島くんでしか見たことないけどね、壁が全面鏡張りとか、今ウォータースライダーとか部屋の中であるでしょ今。まあそうやってどんどんアミューズ性が追加されてたんですが、90年代以降ですね、ラブホテル業っていうのが年々衰退の一途をたどっています。その理由が景気が悪くなった、そして少子化とかももちろんあると思うんですけど、一番はそれを取り締まる法律、風営法が厳しくなったからっていうのがあるんですね。2011年に新風営ホテルが制定されまして、ラブホテルの定義として1つ目、広いロビーに回転ベッドや大きな鏡がある、2つ目、部屋に自動生産機がある、3つ目、休憩料金があるとか細かく定められてて、経営を行う上での条件がものすごく厳しくなってったんですね。ただ実際これ後ほど詳しく説明するんですけど、表向きは普通のホテルだけど中身はラブホテルっていう、いわゆる偽装ラブホテルっていうのがたくさんあるんですよ。偽装って言い方あんまあれですけど、要は昔ラブホだったけど、この風営法が厳しくなったから自動生産機だけ取っ払ったりとか、鏡だけは撤去して法律だけはクリアした、まあ実質ラブホみたいなところのことですね。なのでこの偽装ラブホテルを合わせると、さっきの全国5000件という数字、なんと5倍以上にも膨れ上がると言われています。パンパンです。ボッキーです。なんかわからんけど拍手。また近年の傾向としては、こうした法律の改正とか市場の変化に伴ってラブホの二極化っていうのが目立つようになってってるらしくて、例えば SM 専門ラブホテルみたいな感じで、この昔ならではのハレンチなテイストを追求したホテルと、女子会割りをするような、まあ、こういったアミューズ性を追求したホテルとか、その2つにどんどん分かれていってるらしいですね。そういった変化もありまして、実はこの日本のラブホテル結構海外で密かに人気を集めてるらしいんですよ。例えば東京にありますカオサンワールド浅草っていうホテルあるんですけど、ここね今では普通のホテルなんですが、もともとラブホテルだった時の和風な内装とか日本庭園を催した中庭とかが、コロナになる前まではね外国人でかなり受けてて、リピーターもすごい多かったみたいです。っていうのがですね、まあ、最初にもお伝えしたんですけど、夜の営みに特化したホテルって海外じゃかなり珍しいみたいなんですよ。じゃあ逆になんで海外にはラブホが少ないのか、今回ムッツリスケベなそんな僕とあなたのために特別に何カ国か調べてまいりました。1つ目、オーストラリア。オーストラリアでは基本的に自分の家か車の中で行うということです。これもちろん人によるやろって話なんですけど、車の中って別に日本でもあるんですけど、ちょっと違うのが、いわゆる槍場と呼ばれる駐車場が点々とあるみたいで、そこに車を止めてタオルで窓ガラスを隠して行為に及ぶっていうのはそこまで珍しいことじゃないみたいなんですよ。あとやっぱモラル的に周り気になるやろって意見多いと思うんですけど、そこもまあ文化の違いも含めて他人を気遣うって心もね、ラブホテルが日本で多い理由じゃないかなと思いますね。続いて2つ目、アメリカ。これアメリカに関しては基本的には家で行われるみたいで、日本よりも圧倒的に国土面積が大きいんで、州にもよるんですけど、基本的には日本の家よりも広くてプライバシーが保たれてるみたいなんですね。あとはやっぱり宗教的な事情っていうのもあって、まあ、日本のようなラブホテルがそもそもタブー視されてるとも言われています。っていうのがですね、このアメリカで一番信徒が多いとされてるキリスト教、ざっくり言うと夜の営みイコール罪だと捉える見解もあるんですよ。たださっきのオーストラリアとかもそうなんですけど、海外はラブホテルの代わりにモーテルと呼ばれてる宿泊施設が存在します。映画見てるとめっちゃ出てきますよね。モーチャーとファチュエルが組み合わさった名刺で、基本的に街から離れた場所にポツリと立ってるってことが多くて、まあ、料金もリーズナブルだったり、チェックインがセルフであったりとか、日本のラブホテルに近いイメージなんですよ。ただモーテルもエッチなイメージはなくて、気軽に泊まれる施設っていうイメージが強いみたいです。ただやっぱ僕がモーテルって聞くと、ホラー映画見すぎたからか、やっぱ夜中にチェーンソーとかナタ持ったジェイソンみたいなやつに襲われるみたいなの勝手にイメージしちゃいますよね。ただ実際このモーテルが犯行現場になったりとか、そのモーテルがホラーの題材になったりすることが多いのって、そのイメージってあらがち間違ってないというか、日本のラブホもそうなんですけど、十分に犯罪が起こりる環境なんですよ。でやっぱりよくよく考えたら密室ですし、人里離れた場所にポツンと立ってること多いじゃないですか。もう人がいなくてもいいじゃないですか。で実際にですね、まあめっちゃ急なんですけど、過去にこの日
本で起きた事件一つ紹介すると、歌舞伎町ラブホテル連続殺人事件って知ってますか？これ詳細気になる方は調べていただきたいんですけど、1981年の3月から6月にかけて歌舞伎町周辺のラブホで立て続けに4件4人の女性が襲われたという事件で、幸い最後の4件目は未遂にとどまったんですが、この事件で3人の女性が同一犯と思われる何者かに殺害されたんですね。いずれも1996年に時効が成立して未解決事件なんですよね。最近でも池袋のラブホテルでメイド喫茶で働いていた18歳の少女が中年男性に首を絞められて殺害された事件なんかありましたよね。なので風営法でしっかりとこのラブホテル禁止区域っていうのが定められてるのも、こういった犯罪を未然に防ぐ意味合いはあるんですね。なのでこのラブホに限らずホテルっていうのは密室の空間になりますんで、立地は危険じゃないかとか、くれぐれもそこは注意していただきたいなと思いました。特に偽装ホテルはね。でもう一つ余談なんですけど、高速道路沿いってラブホとかめちゃくちゃ多くないですか？あれもちょっと気になってみたんですよ。そしたら周辺環境とか法律的にもホテルが建てやすいよっていう背景があって、車の走る音が騒音になるとか、住居地域として適してないと、それに伴って都市計画が無指定になってる場合が多いんで、建造物の種類による制限が少ないっていう理由から高速道路沿いでラブホテルが多いみたいなんですよ。なのでラブホって検索してなかなか出ないってこともあるので、もしまあみんなはないと思うんですけど、夜今日今からどうしようかなってなったけど土地勘がないよって人は高速道路に向かって歩いていってください。必ずそこには夢が待ってます。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。本日はラブホに関するお話させていただきました。最後注意もしましたけど、日本独自のそのラブホ文化が海外じゃクールジャパンとか言って話題になってるのはちょっと嬉しいですよね。コロナもいつかね落ち着くと思いますし、日本に外国人観光客を誘致する一つの手助けにもなってくれるんじゃないかなと思いました。ぜひ皆さんのご意見感想お待ちしております。ということで本日もご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。思い出したくなかったんですけど、佐藤で言うと僕は高校生の時ですね、入学したばっかの時なんですけど、学年で喧嘩強かったトップ3みたいにいるじゃないですか。その3人からこれまた僕のクラスで一番喧嘩強かったのが佐藤くんだったんですよ。でその佐藤くんが放課後ですね、3人から今日お前どこどこの駅まで来いって言われてるわって僕に言ってきたんですよ。放課後僕ですよ。しかも何回か会ったみたいで、怠慢とか言ってるけどあいつら絶対3人で来るわってあいつらって僕に言ってくるんですよ。だからこれ普通ならオッケー俺も行くわそれは許せんなっていうのが正解じゃないですか。でもなんかその日こうめちゃくちゃ帰りたかったんですよ。本当に天気も悪かったしお腹もちょっと痛かったんですよね。だからもう佐藤くんごめんって思いながら、あーそっかーつってそのまま帰りのバス乗って帰りました。ただその、休みだったんですけど、その休み明け学校行ったら佐藤くん勝ってた。いや行けばよかった、勝つのならばっていうね。全国の匿名さんこんばんは。深夜の放送部ことタックです。ほんと最低ですね、ごめんなさい。よろしくお願いします。さあ今日なんですけど、新年こんな DM いただきました。タックさんこんばんは。こんばんは。私の学校では同学年で佐藤という名字の方が8人います。多いね。にしても多いねこれね。下の学年にも3人ぐらいいると思います。佐藤のバーゲンセール高校です。ん？佐藤のバーゲンセール？ん？近所にも別に親戚でもない佐藤さんの家が横並びにあります。もしかすると私の町は佐藤に侵略されてるのでしょうか、教えてくださいということなんですけど、今日はこのいただいた DM を元にですね、名字に関するものを掘り下げて動画にしてきました。まあ日本一多い名字佐藤ってこれ有名ですけど、じゃあなんで佐藤が多いのかと、これ考えたことある人少ないと思うんですよ。ちなみに皆さん自分の名字の由来とかって親戚とかおじいちゃんおばあちゃんから聞いたりしてますか？まあ僕自身は全然わかんないんですけど、下の名前のタクに関しては完全にキムタクブームの申し子だったりするんですけど、一旦これちょっと名字事情の概要をおさらいすると、まあこの佐藤さんという名字、実は全国で184万人いると言われています。ちなみに2位が鈴木さんなんですよね、178万人、こう僅差なんですよ。で3位が誰だと思います？これ田中さんだと思ったでしょ。違います、実は高橋さん、これ140万人です。確かに高橋さんも多い気しますよね。だから田中さんかなと思ったんですけど、田中さんはその後の4位なんですよ。でなんで田中さんっていうのが多い印象があるのかなと思ったら、やっぱ市役所とかの記入欄のとこの例のとこに田中太郎って書いてあるからなんですね。あれ絶対佐藤太郎に変える方が正解ですよね。まあいいや。でこの佐藤さんに関して特に多い県っていうのがありまして、それが1位が秋田県、2位が山形県、3位が宮城県と、どれも東北の地域なんですね。なのでもしかしたらこの DM くれたリスナーさんも東北に住まれてる方なんかもしれないんですけど、じゃあここで早速タイトルになってます、佐藤さんはなぜこんなに多いのかについて話していきます。まずこの佐藤の名字のルーツに関して、これがなかなか面白くて、いくつかまず諸説っていうのがあるんですよ。まずこの佐藤さんって名字はもともとはあの藤原氏から来てると言われています。時は平安時代まで逆上がりするんですけど、この当時は京都に藤原っていう名前を名乗る人が多くなりすぎて、その中でも出世コースから外れてしまった藤原氏っていうのが地方に分散して、そこの地名にちなんで、例えば武蔵に移った藤原氏だったら武藤、伊勢に
に移った藤原氏なら伊藤とか、こういった感じに呼ばれるようになっていたんですね。で、他にもですね、まあ、近藤、加藤、安藤とか、藤が後ろにつく方、言い出したらキリがないじゃないですか。これも実は地名プラス藤原の名字だったりするんですよ。で、この佐藤に関しては、藤原の君清という方がですね、一番最初に名乗ったと言われていて、これもいくつか説があるんですけど、一つ目が、左衛門の城というね、まあ、重要な役割だったから、頭文字の左っていうのが佐藤の佐に変化して、佐藤になったっていう説。次に二つ目、佐野っていう地名に住んでいたから、そこから取って佐藤説。三つ目、佐世の国主の職についていたから佐藤説っていうのがあると言われています。ただここで全国の佐藤さんにちょっと悲しいお知らせなんですけど、じゃあ佐藤さんが全員その藤原氏の子孫かって言われたらそうってわけじゃないんですよ。それだけだとここまで多くならないんですよ。ちょっと後からまた詳しくお話しするんですけど、まず名字ってなんでできたかっていうと、成り立ちに関する歴史なんですけど、時代がさらに三段ジャンプして、明治時代ですね。この時豪族とか武士以外にも名字持たせようってことになったんですよ。その時はね、名字ない方多かったんですよ。この時で定められたのが、平民名字必勝義務令つって、もう国民全員強制的に名字っていうのをつけてください、名乗ってくださいよっていう風になりました。とはいえですね、今まで名字持ってなかった人は、突然自分の前に何かをつけないといけないって、これすごい難しいじゃないですか。もうみんな、名字これ何にしようってなるわけですよ。まあ、それを見た政府がこうなるだろうなということで、この時にですね、まあ名字っていうのは、まあ例えばこんな名前ですよみたいな感じで、いくつか例を出したんですよね。で、そのうちの一つに佐藤さんっていう名前入ってたんですよ。ほんならそれを見た国民が、あ、じゃあそれでいいや、つって、そのまま佐藤さんと名乗り始めたらしいんですよ。いや、マジでじゃないですか、これ。いや、多分政府も、いや、それじゃまだみんな一緒になるやんって絶対思ったはずなんですよ。ちなみにですけど、この2番目に多い鈴木さん、これも、政府が出した例に上がっていたんで、この説結構有力なんじゃないかと言われています。今で例えると、その日本政府から、名字かぶり増えてきたんで、ミドルネームつけてくださいって言われたら正直困惑しませんか？まあ、例えば漢字一文字でいいですよ。心とか、楽とか空とか。じゃあ俺、空にして沢村、空、拓でいいやって、まさにこんな雰囲気なんですよ。じゃあ、なんで佐藤さんというのは東北地方に多くなったのか。これはですね、朝廷の力が少しずつ弱まって、武士が力をつけてきた頃ですね。この藤原氏の多くは地方に散らばってったんですけど、さっき言ったみたいに、まあ、普通は支配してる名字をそのまま名字にする武士たちとは違って、このなぜか東北地方に行った藤原氏の末裔っていうのが、京都から離れてるし大丈夫だろうということで、自分の権力を誇張するために、あえて藤原と名乗り続けた人が多かったんですね。なんかちょっと不甲斐っすよね。でもそっから佐藤に変化していったっていう感じなんですけど、で、ちょっと余談なんですけど、東北地方みたいに都心と違って人口密度が低い地域とかって、一つの佐藤さんの名字でも、本家の佐藤さん、川上の佐藤さん、山下の佐藤さんみたいに、一つの名字でさらに区別することから、まあ、同じ名字の人が多いっていう風に言われてます。確かに僕が住んでた田舎もそうなんですけど、同じ名字の人が多いイメージ勝手にありますよね。別に親戚じゃないけど、みたいな。だから遠い親戚とか言いますけど、こう見るとめちゃくちゃ遠いやんと思いますよ。あともう一つ名字に関するちょっと面白い歴史なんですけど、皆さん、生死、名字、これ違いってわかりますか？これたまに、あら、生死って生命と使命よね、とか、名字は上やったよね、とか、まあ現代では全く同じ意味で使われてるんですけど、平安時代以前というのは全く別物だったんですよ。まずこの死っていう氏っていうのが血縁集団の呼び名で、この姓がカバネなんですけど、これは天皇から与えられた称号みたいなものだったんですよ。で、名字、これ全く別物です。ただ天皇からもらえるこのカバネっていうのが、マヒト、アソン、スクネ、イミキ、ミチノシ、ミオ、ムラジ、イナギ、これ8種類だったんですよ。で、時が経ってその中で一番地位が高いアソンっていうカバネが、さっきの藤原氏みたいに結局溢れかえてしまったんですよ。で、この平安時代になると、アソンっていう称号が源氏、平氏、藤原氏、立花氏っていうね、この4つの皆さん聞いたことがある氏族がもうほぼ独占したんですね。いや、だからそれ区別しないと名前の意味がないよということで、名前をどんどん複雑化したんですね。で、最終的には、じゃあまず一族を表す氏、そして身分とか地位を表すカバネで、自分の家ですね、直系の血族の集団を表す名字、さらには役職とかポテンシャル、その人がどこまですごい人かを表す官位、ここにもさらに個人の通称名、まあニックネームみたいな、その名前のあざなですね。で、さらに個人の本名、意味なっていうのが、もうこれらを全部合わせてフルネームにしましょうと、めちゃくちゃ名前長くなったんですよ。だから皆さんが知ってる織田信長、この方も実はフルネームでいくと、平の阿孫織田津佐之助三郎信長と、徳川家康だと源の阿孫徳川二郎三郎家康だそうです。嘆いて、いや、マジでこれ変わってよかったですよ。このまんま言ってたらテスト大変っすよ。なんで織田之助だったっけみたいな、もうこれめんどくさいですね。ただね、一方武士とか貴族以外っていうのは、最初は名字を名乗ってよかったんですけど、鎌倉時代以降ですね、だんだんなんか平民も名字持ってるってことに対して武士から当たりがきつくなってったんですよ。いやいや、こんな複雑化したからやろって話なんですけど。で、なので武士と一部の位の高い庶民を除いては名字を名乗るの禁止になってたんですけど、ただこれが変わったのが、まあ、さっきも佐藤さんの下りでちょっと言った明治時代ですね。平民絶対名字つけてくださいねっていうね、その義務令が発令されて、まあ、みんなが名字を名乗らないといけなくなったんですよ。そして現在日本には30万種ほどの名字が存在すると言われています。これもね、実はめちゃくちゃ多い方なんですよ。例えばお隣の韓国だと名字っていうのは300種類ぐらいしかなくて、一番人口が多い
中国でも4000種類ぐらいなんで、待ってくれ。30万、これ今まじまじ読んだけどすごいですね。じゃあ彼らまずどっから苗字取ってきたのかと、まあよくある日本の苗字ルーツなんですけど、まず苗字をつけるときに、まあ元祖ですね、地名からそのまま取ってしまおうということ。例えば佐々木、今井、足立、中野、荒川とか、まあ、その住んでいた村とか町からそのまま取った苗字ですね。あとは住んでいたおおよその場所とか地名をそのまま苗字に採用したパターン。例えば田んぼの真ん中に住んでたんで田中でいいやとか、あと山の入り口に住んでたから山口さんとかね、丘の西側にいたから西岡さんみたいな、まあ、こういった場所とか東西南北とか本家から見てどの方向に住んだかを示す上下中前奥とか、こういった漢字が入ることが多いです。あとはですね、職業から取ったパターンというのもありました。例えば高い柱を建てる、すなわち大工さんをしていた、これが高橋さんなんですね。あとは服を作っていた、まあ、衣類とかを作っていた服部さん、こう服って名前つきますよね。でさらに占い師をしていた浦部さん、荘園の管理をしていた庄司さんみたいな、こういった苗字の方がこういうの当たります。なので今動画を見てる皆さんのおそらくほとんどの方がこういった地名とか地形、職業、まあ、どれかが由来の苗字になってると思うんですね。じゃあここで逆にめちゃくちゃ珍しい苗字って何なのかなと思って今回調べてきました。ちなみに場所の名前で日本で一番有名な場所って東京じゃないですか、日本の首都なんで。ただこれ江戸から変わったじゃないですか。だから意外と東京さんって全国に10人ぐらいしかいないめちゃくちゃ珍しい苗字なんですよ。これちょっと意外ですよね。まあそんな珍しい苗字なんですけど、まあ10世帯未満の苗字ですね。これでいくとキララ、回り道、おぶき、猫屋敷さん、しめたさん、みない、杉屋敷、家花、ししお。ししおさんめちゃくちゃかっこいいですよね。確かに僕はこの苗字の人一人も会ったことないんですけど。そしてその中でもさらにスーパーレア、もう下手したら1世帯しかいない名前がデコモリ、エイクラ、タデマル、そして東京、ペンギン、コオロギ、カデノコウジと、こういった苗字の人たちがいたら実質日本で一番珍しい苗字を持ってるってことになるんですね。あとはたまに動画でも話すんですけど、僕の昔から仲いい友達のハーフのやつがいるんですけど、そいつの苗字はなんかドイツでもめちゃくちゃ珍しいみたいな苗字で、俺はさらに日本のハーフだから日本で唯一無二の一番珍しいハーフだみたいなことを自慢げに言ってたのを思い出しましたね。あーそうなんやつって、で終わりましたけど、あとはちょっと調べてたら苗字に関するゾッとする雑学みたいなの出てきまして、まあ、僕と深く関わってる方ですごい珍しい苗字の方がいるんですけど、それがですね、七不思議の大赤身さん。大赤身って本名なんですよ。でこの方動画で話してた内容で、検索してはいけない苗字に関するお話なんですけど、まあ、ちょっと詳しくは概要欄の七不思議さんの動画見てほしいんですけど、この意外と苗字にもね結構怖い意味が入ってたりすることがあるみたいでして、でちょっとざっくり話すと、あノブさんが昔中学の頃集合写真を撮ったら、この大赤身さんの顔だけ黒いもやみたいなのがかかってて、それをお父さんに見せたら大赤身っていう文字検索しないでねって言われて、なんか数珠渡されたと。で時は過ぎて大赤身さんが芸人になったある日ですね、お父さんの忠告を破って検索したんですって。そしたらその後車にどでかい氷の塊が落ちてきたりとか、夜中に目を覚ますと老婆がいて一緒に死んでくれって言われたりとか、この時から身の回りでいろんな怪奇現象が起きるようになったというんですね。まあ、ちょっと詳しくは七不思議さんの動画チェックしてみてください。怖いわこの人。あとはこの漢字っていうのも意外とゾッとする成り立ちみたいありますよね。まあ、ちょっと軽く紹介すると、方法の方とか、これはもともと木に吊るされた死体を表す漢字なんですね。中国発祥じゃないですか漢字って。でこれが昔魔除けのために行っていたそうで、あとは飛砂っていう漢字ね、これは死体が起き上がるとか、死体が起き上がるように添え木で支える様子を表してるとか、あとは取るっていう感じで、この耳に股なんですけど、これは戦で相手の耳を切り取った様子から取るなんですね。さっきも言ったこの赤っていうのも、あの処刑されてる人が下から火で焼かれて血が吹き出してる様子を表してると言われています。まあただこれは苗字のルーツというよりは、まあ漢字のルーツですよね。象形というかその様を表した漢字っていうやつですね。まあこれもちょっと皆さん気になれば面白い雑学としてね、今度紹介できたらなと思います。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。本日はですね、日本に一番多いと言われてる佐藤さん、この方に関する話とか苗字にまつわるいろんなお話をしました。まあ、なんかやっぱこう苗字の歴史とか由来とかって当たり前にありますけど、調べてみると面白いですよね。ちょっと自分の名前漢字特殊だなとかね思う方はね、おじいちゃんとか元々その一家がどこの地域の出身なのかとか、その地域の歴史とか調べてみるとなんか面白いことがわかるかもしれません。もしねリスナーさんの中に私僕珍しい苗字ですよとかいう方がいれば、ぜひコメント欄までお願いします。ということで今日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。あの新宿に京町恋しぐれっていう居酒屋があるんですけど、コンセプトがすごくて京料理とかを提供してるんですけど、店員さんに舞妓さんがいる日とかがあるんですよね。内装っていうのもすっごい派手で、あの龍が如くの地下の彩の瓦みたいな感じで僕大好きなんですよ。ぜひ一度行ってみてほしいんですけど、まあ、店の中結構複雑で、僕そこでお手洗いの帰りに席に帰れずに迷子になってしまったことありまして、通りかかった店員さんに小さい声で、あのすいません迷子になっちゃったんですけどって言ったら、あー今日いないんですよって言われたんですよ。いやそれ舞妓ね。
全国の特命さん、こんばんは。深夜の放送部ことタックです。よろしくお願いします。どっちもえみたいな、多分9-1で僕が悪いんですけど、さあ今日はですね、そんな京都にまつわる動画ですね。リクエストで京都の方の皮肉や嫌味が非常に面白いので紹介してくださいというのがありまして、これちょっとね説明難しいんですけど、京都人が嫌味でいけず意地悪な人っていう投稿がこれ定期的にバズってるんですよ。これ内容が京都独特の言い回しっていうのが難解でして、まあ、皮肉が効いてて面白いっていうのもあるんですけど、中にはそれはさすがにわからんっていうね、軍人もびっくりの暗号めいた言い回しもあるみたいで、まあ、それが非常に面白いんで、今回はですね京都出身の方のご協力を得てですね紹介していきます。後半にはそれを踏まえた問題を考えてきたんで、ぜひこれで皆さん京都をマスターしていってください。まあ、早速なんですけど、まあ、まず簡単なものから言いますと、1つ目、どないしはったん。はい、これどうしましたっていうね、まあ、相手を心配するような一言に聞こえるんですが、まあ、もし僕が京都に旅行行って、今日とうとう京都に来たっていうね、まあ、福岡では大爆笑のダジャレを言おうもんならですね、どないしはったんって言われます。まあ、これ直訳すると、お前大丈夫かってことですね。まあ、これなんとなく雰囲気で捕まりますよね。滑った時どうしたみたいな。次2つ目、ブブ漬けお上がりになりますか。はい、これね、ブブ漬けっていうのがなんかお茶漬けのことらしくて、まあ、お茶漬けといえばお酒飲む方の間では締めの一品でもありますから、飲食店でブブ漬けどうされますかって言われたら、まあ、そろそろ帰ってくださいみたいなことらしくて、まあ、このぐらいはね、なんか食後のデザートいかがなさいますかとか、ラストオーダーですとか、まあ、別に場所を問わない気しますけど、まあ、ちょっと次からが難解なんですよ。まあ、こういったポイントは遠回しというところ、ここを頭に入れて皆さん予想してみてください。で、今回クイズ形式でレベル順に5問紹介するんで、ぜひ皆さん挑戦してみてください。問題、あなたは京都の老舗企業と商談しています。先方の偉い役員さんにサービス内容をプレゼンしている時です。その時役員さんが急にあなたの腕を指さして、いい時計してますなと言い出しました。あなたはプレゼン中でもちょっと驚きましたが、なんだか嬉しくなって時計について話しました。さて問題です。なぜ役員さんは急にいい時計をしてますなと言ったのでしょうか。お考えください。シンキングタイム。正解はですね、実は役員さんはお前の話は長いわと苛立ち、それに察してほしくて、あなたにいい時計をしてますなと、いい時計を見るきっかけを与えて、時間がどれぐらい経ってるか気づいてほしかったでした。怖っ。これ言われたら冷や汗かきますね。次行きましょう。問題、今日あなたはちょっとおしゃれに自信のある服装で街を歩いていました。すると知り合いのおばちゃんとばったり出会い、こんなことを言われました。あら、タック今日は外人さんみたいな格好で。あなたはなんだか嬉しくなって、知り合いのおばちゃんに今日の服装はこういうのこういうのと説明してしまいました。さて問題です。おばちゃんの今日は外人さんみたいな格好ね、この言葉の真意は何だったのでしょう。シンキングタイム。正解は直訳しますと、あらタック今日は変な格好で歩いてるのねでした。これはですね、外国人のことをバカにしてるとか差別じゃなくて、日本にいる日本人なのに外国人のような服装をしているってことで、あら変な格好してるだと遠回しに指摘してるということなんですね。これちょっと気づいたんですけど、この言い回しに気づけなくて、その服装とか時計を解説してる時が一番恥ずかしいよね。次の問題です。ここからですね、少し問題の難易度が上がります。あなたは京都で働く地方出身のアルバイトです。しかし断るごとに地方出身であることをバカにする嫌なおばちゃんがいて困っていました。それを見かねた別のおばちゃんがあなたのことを思ってこう慰めてくれました。あんなん言われたかって京都人がみんないけずやと思わんといてな。あの人長岡京師やし。これを聞いてあなたはやっぱり京都人はいけずだと思いました。では問題です。なぜ意地悪な人だと思ったのでしょうか。レッツシンキングタイム。まあ、正解はですね、解説がちょっと入りますけど、京都で認められるには楽中か楽外かというところが焦点になるらしくて、京都人にとって京都人が認める正式な京都人とは、京都市上京区、中京区、そして下京区で生まれた人間のみです。ここはかつて、まあ、都の中心地楽中だったんですね。こっから一歩でも外れた場所で生まれた人間というのが楽外、まあ、つまり京都人ではないと。でこの長岡京市というのは京都府長岡京市を指すので、楽外どころか京都市でもないと。なので京都人からすると、京都人を絶対に名乗ってはいけない田舎者となるそうですね。いや、これは尖りすぎでしょっていうね。まあ、このネタというかこういう投稿があるんですけど、まあ、これがね、今回一体どこまでガチなのかっていうのを京都出身の方に聞いたら、正確な事実を付け出すと、このような考え方をする人間は、まあ、ごく少数ですと。冗談で口にすることはあると思いますが、たとえ本気で思っていても簡単に口にはしません。当たり前ですが、みんなに嫌われるからですと。まあ、しかし相手が洛中出身と知ると、あ、かなり育ちのいい人なんだって感じるらしいんですよ。なので
ところで全くもって間違ってる文化でもないということですね。さらに付け足すとということで送ってくださったんですけど、観光地として有名な金閣寺は、京都市の北区、銀閣寺は京都市の左京区、嵐山は京都市右京区なので、いずれも洛外ですと。なのでこの洛中とか洛外の文化っていうのは古い考え方ですということでした。これ全然聞いたことなかったんですけど、まあリスナーさんの中でも京都の方いると思うんですけど、まあ実際冗談とかでもこういう認める認めないの文化ってあるんですかね。皆さんコメントで教えてください。まあ、僕福岡なんですけど、福岡はね、福岡で福岡出身ですよって誰かに言うと、あ博多とか言われるんですけど、博多の人あんまいないんですよ。で調べたら大体福岡の人で博多に住んでる人って 4% ぐらいなんですよ。だから福岡出身ですっつって博多って言われたらちょっとイラッとするのはありますけど、博多イコール福岡じゃないですからね。さてこっからさらに問題ないんで上がります。あなたはコロナの猛威が降る東京で一人暮らしをしています。時期は8月、お盆が近づいてきました。すると京都の実家から京都の品がありがたいことにたくさん送られてきました。さて問題です。これは京都の実家からのあるメッセージです。あなたは実家の親や家族から何と言われてるでしょうか。シンキングタイム。正解は帰ってくるなでした。これ本当か分かんないですけど、まあ、わざわざ実家から8月というお盆の時期に京都の品をたくさん送ってくるってことは、そっちで京都の品を楽しむ代わりに今年は絶対帰ってこないでくださいねっていう風に解釈ができると、まあ、もしそれを理解せずに実家に顔を出せば、強烈な説教が待ってるとのことでした。では最後でございます。これ超難しいです。最終問題、これが正解できれば気難しい京都人とも仲良くでき、名誉京都人として生きていくことができるそうです。いきます。あなたは用事で知人の家に上がり込んでいました。そしてたった今その用事が終わって帰るべきか悩んでいました。その時知人からコーヒーを飲むか誘いをかけられました。さて問題です。ここから読み上げる A から D の4つのうち、コーヒーを飲んでもいいのはたったの1つだけです。正解を選んでください。 A コーヒー飲みはりますか、 B コーヒーでよろしい、 C 備え急がんでもコーヒー一杯上がっておいきやす、 D 喉乾きましたねコーヒーでもドライドス。はい、この4つのうちどれでしょう。これは難しいですね。真剣キングタイム。正解は B のコーヒーでよろしいでした。では他の選択肢を選んでしまった場合、どのような真意が含まれているのかっていうのを解説します。まず A のコーヒー飲みはりますか、これはですね、客人を見送る挨拶らしくて、断ってあじゃあ帰りますわと言ってほしいと。いやむずいって。では C、 備え急がんでもコーヒー一杯上がっておいきやす、これはですね、別に急いでるわけではないが、この急いでっていうワードをつけることで急いで帰り自宅せんといかんですよって察してほしいと思ってると。いやめっちゃくつろぎそうですけどね。 D、 喉乾きましたねコーヒーでもドライドス、ここのこの喉乾きましたねっていうのが京都人にとっては撤収の合図だそうでして、これも補足いただきまして、まあ、正確な事実を付け出すと、親しい関係であればここまで遠回しには言わないと、ただ正直親しくない間柄だと、あえてコーヒー入れますかって聞いて、お互いにあもう断って帰ってほしいんだなって思ってることもあると思いますらしいんですよ。なので、まあ、あまり使われることはないけど、この問題が 100% 間違ってるわけでもありませんと、まあ、結局は同じ京都人でも人間性によると思いますとのことでした。まあ、以上暗号をめいた京都のいけずな言い回しクイズでした。はい、まあ、それにしても気になるのが、なぜ京都の方はここまで遠回しに物を言うのかというところ。これ調べると、かつて京都って長い間都があったんで、様々な人が町を出入りしていたと、まあ、さらに天皇をはじめとする権力者っていうのも身近にいたんですよね。まあ、そのため嫌でもいろんな方々と交流する機会が増えて、そしてトラブルを避けるべく角の立たない言い方をする、つまりは察する文化っていうのがひっそりと誕生して、まあ、それを聞いた他の地域の方がいけずな言い回しと感じるようになって、今でも定期的にネットでバズってるんじゃないかと考えられてるということです。はい、と。いや難しいですよね。特にあのおっとりとした言い方だからこそ、まあ、ゾクッとするのかなと思ったりしましたね。まあ、僕定期的に京都行ってね、ずっと観光するってことをやってるんですけど、コロナで行けてないんで、開けたらまた行きたいなと思いましたね。京都の方、他にも言い回しこんなのあるよっていうのがあれば、ぜひコメント欄お願いします。今日は以上です。ご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。5歳の男の子からこんな質問されました。タック、体に入れるタトゥーとお前みたいなデジタルタトゥーはどっちの方が後悔しますか。ギリ後悔。
全国の特命さんこんばんは。深夜の放送部ことタックです。よろしくお願いします。さあ今日なんですけど、リスニーさんからこんなリクエスト来てました。タックさんこんにちは。こんにちは。私は昔からタトゥーを入れてるのですが、時々毛嫌いされてるなと感じることがあります。タトゥーが入ってるだけで悪い人だって決めつけられるのはなんだかなって思うんですが、なんだかな、タックさんはどう思いますか。あとタトゥーの歴史などについて合わせて紹介お願いします、ということなんですけど、ありがとうございます。冒頭にも言いました通りですね、僕はデジタルタトゥーというのががっつり入ってます。おそらく今 YouTube をやめてもどこの中小企業も嫌がるでしょう。そういった点ではタトゥーの偏見の状況とあまり変わらないと思います。この間も不動産からボソッと言われました。いや、そんな変なことしたらタックさんに動画にされちゃうからなって。信用ゼロ。はい、関係ないですね。こちらですね、ちょっと社会問題というか、徐々にタトゥーっていうのはこの日本でもファッションの一部にはなっては来てはいるんですけど、実際街中で腕全部にタトゥーとか入れ墨が入った人を見るとちょっと怖いなと感じる方もいると思うんですよね。ぶっちゃけ僕もちょっと怖いと思う節はあります。今日はこういった入れ墨に関して話していくんですけど、じゃあ現実的に世間の反応はどうなんだっていうことなんですけど、タトゥーの印象についてどう思うっていう GMO リサーチさんのアンケート、こちら3000人を対象に行われたんですけど、いいと思ってる方10代が 5% ぐらい、20代は 3%、 30代は 2%、 40代は 1.6%、 50代 0.6%、 60代は 0%。 0%? 0? 一方ですね、良くないと思ってる方10代 24%、 20代 27%、 30代 33%、 40代 47%、 50代 58%、 60代が 67%。 60代の 33% ぐらいはどちらでもないだったんですかね。なかなかの結果ですね。良くないと思ってる結果に関してはパチンコの保留変化の期待とかと思いましたね。とまあ年齢層によって結構ばらつきがある結果にはなってるんですけど、それは一言で言うと時代だと思いますね。未だに良いというイメージを持ってる人は少ないということがわかるんですけど、やはり昔で言うとこういった入れ墨っていうのは893の方が入れてるというイメージがあって、今の10代の若者のイメージっていうのは若干変わってきて、アーティストとかラッパーが入れてる感じっていうのでイメージは若干変わってきてるのかなというところなんですけど、このラッパーっていうのも結構逮捕されていますからね、じゃあ気になる実際日本人でどれくらいの人の割合で入れ墨入れてる人がいるかというところ、これはもう全体で見ても 2% ぐらいです。知り合いが50人ぐらいいたらその中の1人が入れてるかなっていう感じでして、意外と少ないんだなって感じますね。皆さんも50人知り合いを思い浮かべてください。大体それぐらいになるんじゃないかなと思います。まあいる世界にもよると思うんですけどね。 YouTuber って結構入れてる人多いですよね。ではここからですね、どういった歴史があって現在までに至るのか、そして世界で見た時の反応の違いなんかについて和彫り、間違えた、深掘りしていこうと思います。ではこの入れ墨一体いつから始まったのか、そもそもの始まりっていうのは諸説はあるんですけど、少なくとも縄文弥生時代からは存在したと言われています。今と同じで入れる墨って書いて入れ墨、読み方は違うんですけど四聖とかも呼ばれていて、かなり神聖なものとして扱われてきました。その後飛んで江戸時代にはですね、遊女とお客さんの間でお互いの名前を体に彫ったりとかあったそうですね。これはなんか今もやってる人たまにいますよね。その後別れてしまってどうすんのこれみたいな。その後は浮世絵の影響があって、飛びとか飛脚とか花形の職業の人たちの生きの象徴として肌を晒すことの多かった職人たちの間で流行してったんですね。なので江戸時代の彫り物文化っていうのは現在のタトゥーよりも馴染み深いものでした。ただ一方で犯罪の抑止をする目的で始まったものに入れ墨刑というものがあります。これは犯罪者に対して記号的な入れ墨を入れるという刑罰なんですけど、入れる地域は場所によってバラバラで、以前もちょろっと紹介したんですけど、中にはひどいデザインあります。例えば広島、まず初犯で捕まったらですね、顔のおでこのところにまっすぐ1って彫られるんですよ。じゃあそっから再犯して2回目2になるのかなと思ったらのが加えられます。そう、2回目でおでこになってなるんですよ、カタカナの。じゃあ3回目の犯罪を犯すとどうなるのか、なんと二角がプラスされてなから犬になります。急に。なんで犬なのかっていうと、これはもうワンチャンスないぞって意味だそうですね。ワンちゃんだけに。そういった感じで犯罪者への見せしめっていうこともあって、この時代あたりから入れ墨に対する印象っていうのも若干ネガティブなものとして定着していったんですけど、これが1872年、明治政府がですね、欧米から野蛮な国だと思われかねない伝統的な風習とか付属を禁止するとして、この入れ墨も禁止しました。で同時にこの入れ墨刑っていうのも廃止されて、装飾を目的としたものも禁止したんですね。そこから1948年ぐらい、およそ80年間ですね、タトゥーっていうのは非合法として禁止されてきたんですよ。ただ敗戦後の1948年、 GHQ 主導の下で交付された新軽犯罪法によって禁令というのは解かれまして、ここで80何年ぶりにタトゥーというのが違法行為ではなくなったんですよ。で合法化がされた後1960年代なんですけど、ここからだんだん今のイメージは強まっていきまして、この頃っていうのは娯楽の中心が映画だった時代なんですけど、ここで入れ墨と893の方がマッチした薬剤映画というのが流行し始めたんですね。その中で大衆の中では入れ墨イコール893という固定概念がだんだんと生まれていきました。その後1991年、暴力団対策法という、ね、法律が交付されまして、それが国民に周知されて、反社は法的に悪の存在だということが広く知れ渡っていきます。なのでまとめると、元々は生きの象徴とか男の象徴と言われていた彫り物が、時代が進むにつれて反社っていうイメージで広く定着していったんですね。なのでやはり冒頭でお話ししたアンケートもそうなんですけど、この1960年代あたりが幼少期だったっていう年齢層の人たち、今の60代以上の人たちっていうのは今よりも入れ墨イコール怖いって印象を持っていて、その結果良いというイメージの人は 0%、 1人もいないという結果になったのかなと僕は思います。じゃあこの怖いというイメージ、体にねでっかく書かれた竜とか虎とか鯉とかありますけど、そもそもなんで暴力団の人は背中とかに入れ墨を入れるのか、これはよくですね、背中に
に入れ墨を背負うとか言うんですけど、一つは一般社会と決別して極道としての覚悟を決めるためでして、大きな入れ墨ですから痛い思いをして入れることでその組への忠誠を誓う、そして普通とは違う社会で生きていく、いわば決意表明の意味もあるんですね。あとは他には威嚇とか脅しのためとか、見た目で分かるようにするっていう意味合いもありました。さらには刑務所に入ってからも舐められないために入れるという人もいます。もう入る前提っていうね。で、刑務所内でのヒエラルキーっていうのは今ももうあんま違うと思うんですけど、暴力団っていうのは必然的に上になっていくんですけど、立派な和彫りを入れていくことで他の受刑者から一目置かれる存在になれるということです。そういった意味合いも強くてですね、今もそのイメージも残ってるということなんですけど、これが一方海外ですとタトゥーを入れてることに関して偏見を持ってる人はすごい少ないと言われてます。実際に感覚的にもそうだと思うんですけど、タトゥーを入れてる人もすごい多いです。これは2018年アメリカの市場調査会社の調査なんですけど、イギリスでは 40%、 オーストラリアでは 43%、 アメリカでは 46% ぐらいの人が入れてるという結果になってます。2人に1人ぐらいですね。このそれぞれもちろん発祥も違うんで、国の文化とか習慣に合わせてあるといった感じだとは思うんですけど、いずれもですね、日本以外の国は気にしてないよという意見は一致してます。髪を染めるとかピアスをつけるようにですね、ファッション感覚でやるのが主流みたいでして、ただ距離を置かれてるという面も少なからずあって、アメリカだと体中に角のタトゥーを入れていたら少し違った扱いをされる場合があります。イギリスのガーディアン紙の記事で、就職に関しても企業はタトゥーありとタトゥーなしの2人の同じ能力を持った求職者がいた場合、タトゥーのない求職者を選ぶケースが多いと紹介されています。とは言ってもね、少なくとも3人に1人ぐらいの割合ではいるんで、そこに偏見とか持っていたらキリがないし、日常的に見慣れてる光景っていうのがあると思います。このように徐々に日本でもファッション感覚にはなってきてるので、このリスニーさんもですね、あと10年ぐらいすればもう少しタトゥーに関しての偏見とかなくなっていくのかなと僕は思いました。最後にこの入れ墨に関していろいろ噂とか都市伝説あるじゃないですか。まずよく一番聞くのが温泉に入れないですね。これは結構多いですね。やはり昔の名残があるので、タトゥーイコール暴力団のイメージっていうのは強く根付いています。団体が銭湯に来て一緒に入られると一般人が威圧されて十分に休むことができないということで、そもそもは施設側の配慮として行われていた入場規制っていうのが現在でも続いてるといった感じです。他にもですね、タトゥーがあると MRI の検査を受けれないというもの、これは人間ドックとかでガンの発見ができなくなる可能性があるとか書いてあるんですけど、これですね、タトゥーのインクである着色顔料に酸化鉄などの金属が含まれてるってことがあって、この金属成分が装置の磁気と電波に反応すると検査画像が乱れたりとか電流が発生することで熱を持って皮膚の火傷が起こるという可能性があるんですね。ただこれはもうもちろん病院によって医師によっては判断変わるんですけど、実際に受けに行ったって人のブログがあるんですよ。これ見たんですけど、海外とかのよくわかんないところインクだと金属が含まれてて熱くなったりすることはあるけど、それもね、微量だから大丈夫だと思いますよと、なんかあったらブザー鳴らしてくださいぐらいで全然普通にできたって書いてありました。あとは肝臓病になるリスク、これも結構指摘されてまして、インクに含まれてる酸化鉄っていうのが対比が4以上の重金属であった場合ですね、施術するときに肌の真皮層に注入されたインクっていうのは体内に流れ込んで肝臓はインクの成分を分解しようと働くんですけど、ものすごい急に負荷がかかるんで炎症が起こりやすくて肝機能の低下とか、ひどい場合には肝硬変とか肝臓が悪くなる病気につながる可能性はあります。ただ一番は衛生環境が不十分な状態でやると感染症のリスクがあって、治安の良くない海外とかで入れてしまうと危険なところがあります。それでも大人になったら入れたいなと考えてる人結構いると思うんですけど、ただ一部調査としてタトゥーを入れて9割の人が後悔してるという話があります。これは美容外科の東京伊勢谷クリニックさんがですね、2017年、20代から40代の男女350人を対象にしたインターネット調査で、タトゥーを入れた人の 90.9%、 約 91% ぐらいの方がですね、後悔してると回答してます。なのでもし入れたいなと思ってる方、自分が大人になって子供ができたりとか年を重ねて考えが変わっても後悔しないとね思う方はですね、検討してみてもいいと思います。めちゃくちゃ痛いとは聞くんですけど、今はワンポイントぐらいだったら消すことも可能なんで、タトゥーのハードルっていうのは今後下がっていくのではなかろうかということです。はい、というわけで今日は以上です。ちょっと喋ってと思ったんですけど、あー疲れたーっつって一人暮らしの家に帰ってきて、玄関ガチャただいまーっつって入った時に、目の前に全身入れ墨の人間と白いワンピース着た女の幽霊がいたら、これどっちが怖いですか？僕は全身入れ墨の幽霊が一番怖いと思いますね。最後までご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。全国の特命さん、こんばんは。深夜の放送部のタクです。さあ、今日はですね、ツイッターのリクエストで初めてですね、こんなの来てました。タクさん、この前、偽物小屋のイベントというのを見たんですが、あれって法律的には大丈夫なんですかっていうリクエストでして。偽物小屋って今もやってるところあるのかなっていうのがちょっと気になったんで、今回調べてきました。皆さん、そもそもこれなんだかわかりますか？まずこの偽物小屋っていうのは定義としては、珍奇さやまがまがしさを売りにして、日常では見られない品揚げ、獣や人間を見せる小屋掛けの興行ということで。まあ、ざっくり言うと、非日常
常的なものを見せるショーのことですね。僕の地元福岡の北条屋っていうものすごいでかいお祭り毎年あるんですけど、ここにもですね今年友達が初めて行ったっつってたんですけど、扇風機をベロで止めたりとか虫を食べたりとか、まあ、口から火を吐いたりしてすげえ興奮して、こんなんあったんだけど昔からみたいな電話してきたんですけど、まあ、こういったものを、まあ、結論から言いますと、この見せ物小屋自体っていうのは全く法律には触れません。まあこういった祭りでやるぐらいなんでそうだろうという感じなんですけど、もともと江戸時代から明治時代にかけて流行した文化でして、始まりはですね体に障害のある方を見せ物にする小屋ってのが多くて、まあ、徐々にこれは世間から悪いイメージがついていったんですけど、まあ、現在はですねこういった体に障害がある方を起用するのは人権侵害に当たるとして禁止されています。西洋ではフリークショーといって、まあ、身長がものすごい高い人とか、まあ、逆にものすごい小さい方とか1600年代の娯楽として実在してました。なので今はあくまでこういった特技を生かした細工と曲芸を中心に誰もが嫌な気持ちにならずに楽しめるものへと変化していったということなんですね。で確かお化け屋敷とかもそれももともとこの見せ物小屋が発展した形だっていう話もあるみたいです。ただやっぱり現在でも内容が結構過激なものがあってたびたび批判されることがあるんですね。でちょっと面白い話で、これまあ面白い話って言ってるのかどうかなんですけど、ゴキブリコンビナートっていう有名な見せ物小屋の劇団にですね、以前ヘビ女というヘビを食べる芸をする女性の方がいたそうなんですけど、これが2013年爬虫類に関する法律っていうのが厳しくなったきっかけにですね、動物愛護団体から猛烈に抗議を受けまして引退させられてしまったという話があったんですよ。でその代わりとして虫を食べるヤモリ女に急遽変更した話があるんですよ。確かにこういった人権侵害とか法律に触れるってのは良くないことかもしれないんですけど、伝統的な風習がですね徐々に薄れていくってのはなんか悲しいですよね。娯楽のために何かを食べるっていうのは法律ができるとね仕方がないところはあるんですけど、やっぱりそういった規制って行き過ぎるとアダルトビデオ新法案みたいな感じで、まあ、めちゃくちゃなことにもなりかねないですよね。で今日はですねここからタイトルにもある通り、まあ、日本にはかつて今じゃ考えられない奇妙な風習っていうのが多かったみたいなんですよ。ということでここからですね昔の日本、特に地方の村とか集落などに存在した奇襲と呼ばれているものをいくつか紹介したいと思います。1つ目、おじろくおばさん。まあ、これざっくり言うとですね、長男以外の人間は死ぬまで働かせるという風習です。16世紀頃から長野県の一部地域で実際に行われていたとされていて、特にですね自分の持ってる畑とか田んぼの面積が小さい地域では家族をみんな養うことが困難だったとされていて、まあ、そこで将来的にこの家の主になる長男以外の子供を男性ならおじろく、女性ならおばさと呼んで、まるで家畜のように無償でただただ長男のためだけに働かせていたと言われてるんですね。まあ、こういった方たちのほとんどは他人と交流することが禁止されていて、まあ、徐々に精神とか自我が削れていって、もうまるでロボットみたいに無気力な顔つきになっていったと言います。もちろん今では残っていない風習なんですけど、まあ、昭和40年代ぐらいまでは複数人のおじろくおばさんの存在が確認されていたということです。割と最近までいたというのがびっくりですよね。2つ目、骨神。はい、こちら、まあ、自分の親族が亡くなった時の火葬の際ですね、まあ、2人1組になって遺骨を壺に入れていくっていうのは結構一般的ですよね。ただこの骨神っていうのはそのジョイ語感っていうんですかねの風習でして、まあ、文字通りですね亡くなった方の遺骨を口に入れて噛んだりとか、まあ、そのまま飲み込む声のことを指すんですね。まあ、俳優の勝慎太郎さんが亡くなった父の骨を食べたっていう話が結構有名なんですけど、九州の一部地域、まあ、特にですね、まあ、修羅の中の修羅でおなじみ筑豊地域ってあるんですけど、ここでは割と最近まで残っていた風習だって言われてるんですけど、これ目的が亡くなった人の霊を引き継ぐっていう意味合いで行われていたとされています。僕結構何年か住んでたんですけど、これ聞いたことなかったですね。現代でも稀にこの骨神を行う方いるそうなんですけど、人の骨を食べるに関してはあんま良くない話の方が多いので、まあ、まあ止めはしませんけどくれぐれも注意してください。次です、3つ目、筆下ろし村。はい、こちらかつて日本には夜灰とか、これもちょっと前言ったおっとい嫁女とか、まあ、性に関する奇妙な風習が多かったりしたんですけど、東海地方のとある集落に存在したこの筆下ろしの文化なんですけど、実際に昔その集落に行ったことがある現在80歳近くになる方の記事を見つけたんですけど、この方曰くですね、当時この地域に住んでいた若い男性は13歳から14歳になるとそのほとんどがこの筆下ろし村に行って年上の女性から手ほどきを受けながら初体験を済ませていたっていう話があるんですよ。でその女性もですね、まだ女を知らない若い男と関係を持つと若返りの効果があるっていう迷信を信じていて、まあ、特に何の見返りもなく好意に及んでいたとされてるんですね。いや正直いいこと尽くしですよね。うん、こう年齢を見ると違法になってしまうんで、もうおそらくやってないと思うんですけど、あれこれ俺の村じゃねみたいなのあったら教えてください。あ、いやただ気になるだけなんで、はい、はい、とちょっと日本にかつてあった風習いくつか紹介したんですけど、まあ、他にもねたくさんあるんで気になる方はご自身で調べてみてください。でここまで聞いてやっぱ昔ってちょっと変わってること多いよねなんて思った方多いと思うんですけど、視点を変えると現代の日本もですね海外から見るとこうすごいよなっていうとこ結構あるんですよ。まあ、これって文化の違いですよね。なので外国人の方から見た今もちょっと変わってるなと思
思われてる風習とか、まあ、日本だけの独自の文化っていうのをいくつか紹介します。一つ目、お辞儀。まあ、海外でもお辞儀するっていう国はもちろんあります。中国とかヨーロッパの国いくつかあるんですけど、まあ、海外の方が日本に来て一番驚くのがそのお辞儀の用途の広さなんですね。お辞儀っていうのは一つの動作でもありがとうございます、あごめんなさいこんにちはとか、もういろんな意味がありますよね。あとは角度、15度は会釈、30度が敬礼、45度は再敬礼というように、お辞儀の深さによって意味合いが変わるっていうのはこれ日本独自の文化と言いますよね。あとまあ似てるものでいくとすみませんという言葉、これすみませんありがとうございますのお礼、いやすいませんでした、謝罪、あすいませんちょっといいですか、これ誰かに声をかけるときとか、もう一つの言葉なのにもう場面や状況によって意味合い変わってきますよね。この辺はですね、日本に長く住んでいないとなかなか理解するのって難しいですよね。次に有名なものでいくと麺をすする、これよく聞くんですけど、海外では基本的にもうすする音っていうのがあまり良くないとされてる場所が多いんですよ。起源がですね諸説あるんですけど、もともとは江戸時代にそばをすするっていうのが粋な食べ方だということで、もう一気にそれが当たり前の風習になっていったとされてるんですね。ちなみに中国でもラーメンすすらないって見たんですけど、これマジっすか、なんかすすってるイメージなんですけどね。お次3つ目、鼻をすする。はい、これもねすするで似てるんですけど、まあ、基本的に鼻をすするのが NG だと、まあ、日本だと鼻をこう出すズルズルさせるのは OK だけど、逆に人前で鼻を噛むのがマナー違反みたいなことあるんですけど、海外だと全くその逆だと言われてるんですよ。これもよくですねすごいなってドン引きされるポイントの一つみたいなんで、まあ、注意してくださいということで。4つ目、食器を持って食べる。これマナーに関する話なんですけど、実際食事のマナーって結構厳しくて、僕調理師免許を持ってるんでそのマナーとか習うんですけど、昔はですねご飯をおかわりするときとか一口残した状態で置いておくとおかわりっていう風になるって見て、実際それ和食のお店で実習しないといけない時あったんですけど、それやったらまだ残ってますよって言われたんで僕も信じてないんですけど、まあ、こんな感じで食事するときに皆さん食器を手に持って食べるっていうのは一般的じゃないですか。ただこれも世界的に見たら結構珍しいことらしくて、お隣の中国とか韓国では食器をテーブルから離すのは一応マナー違反だとされてるんですよ。でこれなんでだろうと思ったんですけど、結論から言うとこれも昔の名残でして、すごい昔この日本ではテーブルを使わずお膳に食事を乗せて食べるっていうのが普通だったんですよね。まあ、理由としては、まあ、そもそも家がそこまで広くない、テーブルを置いてないっていう家が多くて、まあ、畳を傷つけないようにするためだと考えられてるんですけど、畳の上からこう食べようとしてもどうしても距離遠いじゃないですか。まあ、そういった背景もあって、まあ、今でも食器を持ち上げる習慣が残ってるということなんですね。5つ目、電車で居眠り。日本って電車内で爆睡する人多いじゃないですか。でもそれ海外から見るとなんでそんなに安心できるのと思うそうです。国にもよると思うんですけど、まあ、海外ではスリとか窃盗の被害を警戒して荷物は常に監視しないといけないっていう国が多いんですよね。まあ、居眠りなんかしてられないんですよ。まあ、もちろん日本でこういった被害って全くないわけではないんですけど、やっぱり世界的に見たらこう治安がいいので安心できる国なんだなって思いますよね。ただやっぱ裏を返せばそういった治安の良さに油断して自分の手荷物に対しての警戒心も薄いと言えるんで、まあ、あまり寝ない方がいいですよね。はい、と以上ですね。まあ、ちょっと海外から見たら奇妙と思われてる日本独自の文化について紹介しました。僕らからしたらこれが普通なんで生活してても特に何も思わないんですけど、改めて調べるとやっぱ特に日本って独特なとこ多いので、物珍しそうに観光する海外の方が多い理由っていうのがなんとなくわかりますよね。なんでこんな独自の文化多いのかなって調べたんですけど、ちょっと面白くて、西洋の文化っていうのは一言で言うとですね、人間の力で自然を克服しようとする文化だと。永遠の肉体を手に入れて死をも乗り越えようとしようっていう思想が強くて、その分かりやすい例がミイラとかですよね。死をも再生させようとしてきたということなんですけど、対して日本っていうのは島国かつ自然にもかなり恵まれていた国ということで、大昔から自然と一体化しましょうという思想を重んじてきたと。なので自然には決して逆らわずに、あらゆるものの調和を重んじて死という概念をありのまま受け止めようとしてきたんですね。世界のどこを探してもここまで自然に身を委ねた文化ってのは他にないらしいんですよ。なのでまあそういった意味では日本古来の精神性っていうのは世界でトップレベルだという意見もあります。なので今までお話ししてきた一見ちょっと意味不明に思える風習もですね、そういった日本人らしさを表す大切な文化なのかなというふうに思いました。まあそういったものが一個一個また消えていくっていうのはちょっと悲しいですよね。まあインターネットの影響でグローバル化っていうのは進んでますけど、国のらしさっていうのはね残っていけばいいんじゃないかなというふうに今回調べてて思いました。はい、とまあ今日は以上なんですけど、皆さんが住んでる地域にですねこれ独特な文化あったなみたいなのありましたらぜひコメント欄で教えてください。本日も最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。急なんですが、今の学生はやったことがないであろう青春を言います。新着メール問い合わせ連打。
全国の特命さんこんばんは。深夜の放送部ことタッグです。よろしくお願いします。さあ今日なんですが、ちょっと久々に懐かしい系の動画をしようと思いまして、また急なんですけど、もし皆さん生まれ変わるとしたらいつの時代に生まれたかったですか？あの友達なんかと、まあ僕いないんですけど、まあ、何時代が一番好きかなんて学生の頃話してた記憶あるんですけど、まあ、あの僕は毎回冷戦時代って答えてたんで、やっぱどう考えても前世軍人。あの真面目な話するとなんか夢なくなったなと思うのが、もし今聞かれたらリアルに2016年って答えるかもしれないんですよ。っていうのが、あの全財産をビットコインにぶち込んで今頃ハワイでわけわからん名前のカクテルとか飲んでますよ。でこれ最近知り合いとこんな話になりまして、っていうのが先月日テレでダウンタウン VS Z 世代という特番がありまして、そこでヤバい昭和ありかなしかっていうテーマで昭和時代の暮らしとか旅行とかを紹介して、それがすごい話題になってたんですよ。で特番だったんですけど、個人視聴率が 8.4% と、なのでリスナーさんの中に見てたよって方がいると思います。でこれを聞いて僕も改めてこの昭和について調べたら、ちょっと冒頭の話にもつながるんですけど、なんと日本人が最も好きな時代ランキング1位がこの昭和時代だったんですよ。これすごいびっくりですよね。特に60歳以上からの支持が強くて、 35% 近くが昭和が一番好きだと答えたそうです。対して今の若者はと言いますと、何年か前に昭和ブームってありましたよ、ね、男子は漏れなく解禁シャツを着て松田翔太みたいな髪型にする現象起きたんですけど、喫茶店とかも流行りましたよね、サテンつって。そんな昭和なんですけど、ネットで検索して必ずと言っていいほど目にするもう一つの言葉があります。それがド派手でございます。まあおそらく戦後のことなんですね。じゃあなぜここまで昭和はこんな人に愛されるのか、そしてド派手と呼ばれるのか、ここからは今では考えられないけど昭和じゃ普通だったことっていうのをまとめてきたんで紹介していきたいと思います。早速です。1つ目、地球は喫煙所。やっぱり大きな違いとして一番上に出てくるのが、ほぼどこでもタバコが吸えたということですね。わかりやすいように、昔はタバコが吸えていた場所のリストを作ってきました。いきます。電車、駅のホーム、タクシー、映画館、職場のディスク、飛行機、病院の待合室、デパート。はい、今じゃ考えられないですよね。病院の待合室ってね、もうこれが全てを物語ってますよね。今じゃこの中のどこで吸っても多分ガスみたいな目で見られちゃいますよね。じゃあなんで今みたいに禁煙とか分煙が進んでいったのかと言いますと、すごい大きなきっかけになったのが、1980年に行われた禁煙権訴訟と呼ばれる民事訴訟でして、まあ、これざっくり言うと、他人が出すタバコの煙を吸わない権力っていうのを、これを初めて訴えた訴訟でして、この時の弁護士団は、まあ、今で言う JT に対して、受動喫煙による被害の賠償と、国鉄車両の半分以上を禁煙化するということを求めたんですね。で、これ結果どうなったのかなんですけど、判決の内容ざっくり言いますと、え？煙が嫌？じゃあ国鉄捕まえたらええやん。っていうか、そもそもそのタバコ嫌いな人ってそんなおらんやろっていう内容でした。ド派手。やっぱ今聞くとかなりエグいこと言ってますけど、当時はですね、この喫煙率っていうのが、男性は 80% 近く、女性でも 15%。ちなみに今これ、男性 27%、女性が 7.6% とかなんですけど、要はタバコ吸うイコールが、ほとんど悪いことなんて見なされてなかったんですよ。まあ今も悪いことではないです。しかも値段は今よりもだいぶ安かったんですよね。だいたい1箱250円ぐらいだったらしいですね。そう考えたらやっぱタバコの税金ってエグいなと思うんですけど、まあちょっと話戻しますと、この訴訟をきっかけにですね、受動喫煙しない権利を主張するっていう人が増えまして、ここから数年で、電車の一部車両、駅のホーム、デパート、タクシー、これが一気に禁煙化。それから2003年には、健康増進法っていうのが施行されたことで、分煙喫煙ブースの設置が一気に進んで、徐々に今のような形になっていたというんですね。まあ、世にも奇妙な物語かなんかで、あの禁煙ブームの未来になって、どんどん喫煙者が迫害されていくみたいなのありましたよね。あの物語僕好きだったんですけど、今の未来を予言してるとも言われてます。次です、二つ目。デフォルトで酒気帯び運転。はい、特に考えられなかったのが飲酒運転ですよね。今じゃ取り締まりとか罰則はものすごい厳しくて、飲酒運転イコール人生終了みたいなイメージありますよね。ただこの時代はですね、まだまだ飲酒運転が横行していたと言われています。というのが、一応取り締まりの時代はあったんですけど、酒気帯びでも罰金が5万円、点数も6点ぐらいしか引かれなかったんですね。免許も生きてますし、参加費1万ぐらいの飲み会で4万円食らったわーぐらいだったんですよ。え、4万。特に昭和30年頃、今と比べると車もすごい少なかったってこともあって、タクシーのうんちゃんもお酒片手に仕事するのが普通だったっていう話もあるみたいですね。で、まあこれが厳罰化したきっかけなんですけど、1999年に起きた東名高速の飲酒運転事故、これがかなり大きかったと言われています。飲酒してたトラックの運転手が乗用車に突っ込んで子供2人が亡くなったっていう事件ですよね。この時、路列の回ってない運転手とその横で泣き叫ぶ母親の姿っていうのがこれ偶然撮影されて、その映像が世間にかなりの衝撃を与えたんですね。やっぱり飲酒運転というのはものすごい事故を起こしますよ。これだけやらないでくださいってなってるのに、未だに飲酒運転するやつって本当に自分のことしか考えてないですよね。なんか351本ぐらいなら大丈夫とか言う人いますけど、結構アホっすよ。本当人生ゲームオーバーになるんで、ちょっとぐらいいいかなっていうのも絶対ダメで、飲酒運転だけはしないようにしてください。次です、3つ目、バラエティ番組が AV。 こちら以前動画で日本のテレビが面白くなくなってると言われてる理由っていうのをやったんですけど、この昭和っていうのはまさにバラエティ番組の黄金期と呼ばれてる時代ですね。とにかく放送規制が今と比べ物にならないぐらい緩くて、ゴールデンタイムにパイオツ、深夜番組がガチで AV、 男の裸も普通に出る、放送禁止用語の嵐、タバコを吸いながらトーク番組とね、こういったのが日常茶飯事でした。やっぱ特に今じゃ考えられないのが裸ですよね。でもね、僕の感覚じゃ、僕が小さかった頃は深夜番組とかはまだ攻めてた記憶があるんですよ。僕こっそり見てたのが、深夜に女の人がただ温泉に入るってやつあれ何でしたっけ、覚えてる方いたら教えてください。まあ厳しくなったきっかけ
っていうのはね、まあ何がきっかけでってわけじゃないんですけど、一つきっかけがあるとしたら1997年の榊原事件ですよね。この事件の内容があまりにも残酷だったってこともあって、この事件が起きてから当時のテレビで放送中だったドラマの暴力シーンとか、こういったものが一気に放送できなくなってしまったんですね。この時をきっかけにテレビ局は視聴者のスポンサーに対するクレームっていうのをものすごく気にするようになって、徐々に厳しくしていた結果、今みたいなクイズ番組とかしか放送できなくなっていったと言われています。ちょっと余談なんですけど、裸とかタバコをこう NG じゃないですか。でもお酒に関しては全然なんか規制というかあれはされてないなと思うんですよ。結構お酒でやらかしてる芸能人とかもいるわけじゃないですか。あれってやっぱりスポンサーがお酒取り扱ってるとこ多いから規制されないのかなと思ったんですけど、ちょっと不思議ですよね。次です、4つ目、個人情報ダダ漏れ。はい、こちら最後なんですけど、これ昭和時代の大半はですね、そもそも個人情報っていう言葉とか概念がほぼなかったと言われています。僕が小学生の時とか連絡網とかあったし、あと電話帳つって普通に個人の名前と住所、そして電話番号が一覧で見れたんすよ。っていうのも、そもそもこの個人情報の漏洩が危険だよっていう周知の事実になったのは本当近年の話なんですね。まあ、この原因はシンプルにコンピューターの処理が爆発的に向上したことで、一応1988年頃から日本でも公的な機関を対象に情報の保護に力を入れるようになったんですけど、まあ、民間に関してはそんなこと全然なくて、実際のところみんなさほど気にしてなかったんですよね。で、そこから大きな転機になったのが1999年に京都で起きた宇治市住民基本台帳データ大量漏洩事件だと言われています。この住民基本台帳というのが、要は住民票に書かれている情報が全部載ってて、この時のデータ217,617件分というのが盗まれてネット上で販売されたんですよ。この事件に続いて2002年には TBC 個人情報漏洩事件とか、これが立て続けに起きて大きな事件に発展して、2003年には今でいう個人情報保護法が作られたということなんですね。だからまあ2003年って言ったら僕の感覚じゃ割と最近なんですよね。まあ、それまでは実質個人情報がダダ漏れだったって考えたら結構やばい気がしますよね。ただやっぱ裏を返せば、コンピューターの進化によってスマホパソコン1台あれば1人の人間を破滅させることも可能な時代になったってことですよね。そう考えたらすごい恐ろしい時代でもありますね。はい、と以上僕が調べてて一番出てきた4つを紹介したんですけど、他にもですね、部活中の水分補給が禁止とか、電車のトイレは線路に垂れ流しとか、細かい違いたくさんありました。まあ、結構なんかマイナスなのかなっていう言葉が紹介したんですけど、今じゃ厳しくなってしまったものがまだ緩かった時代っていう感じがしますよね。ド派手ってよりはいろんなことに寛容だった時代という言い方もできますよね。じゃあちょっと冒頭に戻して、なぜそんな昭和時代に人は魅力を感じるのかっていうところを、これ最後にちょっと考えてきたんですけど、今回こういろいろ調べてて一つ思ったのが、昭和時代ってこれからどんどん世の中を良くしていきましょうっていう熱い思いに溢れてたんじゃないかなと思ったんですよ。まあ、これまでの話の流れからすると、どういうことってなると思うんですけど、この昭和という時代の背景を考えるとすごい分かりやすいかなと思うんですけど、とにかく前半はかなり苦しい時代だったんですよ。その前の大正時代から日本は急激に近代化に向けて発展してって、それをさらに加速していく期待も込めて昭和が始まるんですけど、昭和2年には日本で金融大恐慌、その2年後には世界恐慌っていうね、かなり苦しいスタートなんですよ。それに加えて14年には第二次世界大戦と、そしてそこから這い上がる形で始まったのが昭和の後期なんですね。だから戦後からの復興に始まり、高度経済成長期、そしてバブル景気っていうね、経済が右肩上がりになっていった、そこに一般ピープルも今良くなってる現状を見て、この未来に対する期待感みたいなのがものすごい満ち溢れてたんですよね。昔はめちゃくちゃお金使ってたって言いますけど、未来は今よりも絶対良くなるから大丈夫だっていう安心感もあったんだと思うんですよ。まあ、結論ですね、僕が思ったのはこの未来への期待感みたいなものが溢れてた、これが昭和最大の魅力なのかなと思いました。ただね、もちろんこれいいことばっかりじゃなくて、例えば結婚は絶対しないといけないとか、終身雇用じゃなかったら負け犬とか、こういった団結力があったからこそ集団行動を重んじるプレッシャーってのもすごかったと思うんですね。じゃあ最後にここを踏まえてですね、まあ、今の僕らっていうか、この時代に足りないものってなんだろうなと思った時に、やっぱりさっき言った未来は良くなるぞっていう期待なのかなと思いました。もうまさにじゃないですか、年金問題とか貯蓄問題とか、下がり続ける所得でも上昇する物価、増えまくる税金、そんな日本に対してこれからの日本明るいぞと思ってる人って結構少ないと思うんですよね。ただぶっちゃけ昭和と比べると環境自体は良くなってると思うんですよ。生活の質は明らかに向上して、治安も良くなって、個人でもネットを使ってあらゆる情報を得ることができる、僕もそういう仕事をしてますし、まあ、それをズルとか悪とする固定概念も薄れつつあるじゃないですか。でもこれってちょっと言い換えたら、現代っていうのは未来に対する希望を持つことも一個人に委ねられてるなと思ったんですよ。自分自身に対していかに希望を持たせられるかみたいな、これも結構ね、僕は残酷な話ではあるなと思ったんですよ。実際にその自分の明るい未来のために職業とか将来を選択できるかって言われたらそうじゃないじゃないですか。まあ、僕は本当たまたまこういう仕事させてもらってますけど、まあね、その時代を生きてないのでどっちが住みやすかったのかなんて僕には分からないんですけど、この昭和と平成、この2つの時代のいいところが合わさってゼロになり始まる、そんな令和にしたいですよね。最後はトンチということで、今日は以上でございます。皆さんの意見、そしてね、昭和生まれの方いらっしゃいましたら、昭和のここ良かったよってものあればコメント欄までぜひお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。